第22太陽周期は1755年に太陽黒点の記録が始まって以来22回目の太陽活動周期である。1986年9月から1996年5月まで9.7年間続いた。この周期中の黒点の最大数は158.5個、最小数は8個であった。最大数は 第3太陽周期と同じであり、これまで3番目に多かった。周期中、国点が一つも見られなかったのは、309日間で、あった。1989年3月、強烈な磁気嵐が、イドロケベックの送電系を崩壊させた。この時期嵐をもたらしたのは、1989年3月9日に、起きたコロナ質量放出であった。 その数日前の3月6日、非常に大きな X15 対応フレアも発生した。3月13日午前2時44分、大規模な磁気嵐が地球を襲った。磁気嵐は、極地方で非常に強いオーロラが見えることから始まった。オーロラは、テキサス州ほどの南方でも見ることができた。冷戦の最中に起こったため、多くの人が、 核兵器が使われた影響ではないかと懸念した。他に、同日午前9時57分に打ち上げられた STS-29 と関連づけて考えるものもいた。この出来事は、ロシア向けのラジオフリーヨーロッパを含め、短波放送に障害を与えたが、当初はソビエト連邦政府による通信妨害だと信じられていた。国軌道にあるいくつかの人工衛星は、数時間の間、 コントロールを失った。ゴーズ気象衛星との通信が遮断され、気象画像が失われた。また NASA の TDRS-1 通信衛星は、その電子回路に流入する粒子の増加に近する250以上の異常を記録した。ディスカバリーの燃料電池に水素を供給するタンクの一つに、付けられたセンサが3月13日に異常な高圧を示した。これは不思議なことに、 太陽嵐が弱まった後に起こった地磁気の変動により、イドロケベックの送電網の遮断機が誤作動した。これは、ケベックの大部分がカナダ縦上地の上にあって電流が地面に流れにくかったこと、また、公益事業用の送電線が非常に長かったことから、地磁気変動によって生じた電流が抵抗のより少ない 735KV の送電線に流れ込んだためである。 1995年以降は、磁気嵐及び太陽フレアは、NASA とエサの共同で運用する、双方衛星によりモニターされている。1989年8月、また別の磁気嵐が、集積回路に影響を与え、トロントの株式市場の取引量を半分にした。この磁気嵐は、8月16日に発生した非常に大きな X20 太陽フレアによるものである。 この太陽フレアは前述の3月6日のものよりもさらに強かった。ありがとうございます。